はい、皆さんこんばんは、クックマン A です。本日作るのは、先日見ましたコウケンテツさんのしっとりテリテリもも肉のニンニク醤油煮という料理を作ってみたいと思います。非常にコウケンテツさんがやったら簡単な料理だったんですけども、私が作ったらどうなるのか、そしてちょっと違うところもあるので、その辺もお知らせしたいと思います。それでは今日の料理開始です。はい、それでは本日ですね、実はフライパンも使いません。材料はですね、メインの食材がこちらの鶏もも肉になります。2枚用意してます。若干手違いで、これ実は以前先日ですね、冷凍してたんですね。先日冷凍してました。本日解凍してたんですけども、いまいち解凍が甘いぐらいの状態です。はい、そんな状態ですが、こちらを使っていきます。味付けですね、味付けに行きたいと思います。はい、味付けですけども、今回は、醤油、こちらが醤油ですね。醤油が大さじ2と1/2、お酒大さじ3、そしてお酢大さじ1、そして砂糖が大さじ1、ニンニクがケンテツさんの動画だと1かけだったんですけども、うちはですねチューブで代用したいと思います。だいたい2センチから3センチぐらいかな、これを用意してます。はい、それでは調理をスタートしたいと思います。今回作る料理はすごく簡単なんですよね。なんで、よいしょ、ちょっとカメラ合わせてるよ今ね。はい、はい、実はこれフライパンと蓋一つでできちゃいます。まずね、火がついてない状態ですね。こちら火がついてない状態で調味料をまず入れていきたいと思います。お醤油、お酒、お砂糖、そしてお酢、ね、みりんじゃなくてお酢ですよ。なんかみりんって言っちゃいそうですね。お酢です。そしてこちらのニンニク、今回はチューブでいきます。ニンニクチューブを入れます。はい、こんな感じでね、フライパンの中に入れました。はい、まだ火はついていません。ちょっと気持ち混ぜよう、ね、気持ち混ぜておいて、はい、そうしましたら鶏肉を入れていきます。ちょっとね、冷凍してたんですけども、こういう感じで皮をちょっと引っ張りながらというふうにケンテツさん言ってましたね。こういう感じでね、引っ張りっていく感じはいいらしいですね。はい、そして皮目の方を下にして入れていきます。はい、2つ使います。同じように皮を少し伸ばす感じ、解凍が甘い感じなんで手が冷たい感じですけども、それを蒸ししていきます。はい、そして入れます。はい、それでは準備ができましたので火をつけていきますよ。はい、最初は中火ぐらいですね。中火でコトコトするようにしていきます。少しアングルを変えよう。はい、今回は7、8分ということなんで、一応8分をねしていますけど、まだですね、まあ建鉄さん動画で約10分ぐらいっていうお話でした。タレがですね、沸騰しとくボコボコいってきたら蓋をしていくっていうね、そういった作業です。あとは途中でまた少し開けてっていう感じで、そのままでほとんどいい感じですから、とても楽な料理かなと。
ただ私の場合ちょっと解凍が甘いんでね、そこはね確認しながらいきたいと思います。はい、そんなことを喋ってるうちに、はい、タレがふつふつとしてきましたね。でそしたらですね、こう上に少しかけていく感じです。お肉の上にこのタレをかけてあげる。あー、いい匂い、いい匂いしますね。はい、少しかけていく感じですね。はい、少しかけましたら、そうしましたらですね、蓋をしていきます。この時少し蓋をしたら弱火にしてほしいということだったんで、若干弱火、中火よりかはちょっと弱い感じで入れていきます。はい、ちょっと弱火の中弱火ですね、中弱火にしました。そして8分間測っていきます。いや、9分でした。8分かかります。スタート。途中経過、今ね3分ぐらい経ったところです。こんな感じになってます。いい感じになってますね。まあ、ここでまたね、途中で少し上からねタレをかけてくださいっていうことだったので、かけます。匂いはですね、やはりちょっとさっぱりした感じ、お酢が入ってるからですかね、そんな感じがしますよね。またこちら蓋をしていきたいと思います。はい、あと1分ぐらいですけども、ちょっとまた開けてみましょうね。もう1回ぐらいね、上からかけてくれっていうのだったんで、 2,3 回かけてっていう話でしたから、なんかタレが増えてる感じがしますね。上からねかけてあげてるっていう感じです。これで火が入ってるかどうかね、ちょっと心配な部分もありますけども、今7分ぐらい経ってます。一応7分経ってますね。一応後ろを見てみましょうか。少しこんな感じです。見えますかね、後ろ。お、いい感じですね。はい、いい色になってますね。料理番組でよくこうやってねタレをかけることはあるんですけどね、でも意味あんのかなーなんて思ってますけど、多分なんかあるんでしょうね。理由わかんないですけど、はい、そんなこんなで、はい、8分経ちました。はい、そうしましたらお肉をひっくり返していきます。さあどうだこの色。ああ、いい色ですね。どうでしょう。多分いい色だと思います。はい、今度はひっくり返して、はい、また上にちょっとかけてあげて、はい、また蓋をします。また蓋をして、今度は 2,3 分という話だったんで3分いきましょう。3分スタート。はい、はい、はい、3分経ちました。ひっくり返して3分経ちました。こんな感じです。はい、いい感じのような気がします。ね、なんかこうアンチしてますね。そしたらまたひっくり返して、最後強火で煮詰めていきます。タレを煮詰めていきますよ。まあ問題はね、これがね、多分中まで火が通ってるかっていうのはちょっと心配なんですよね、私の場合は。何せ
解凍ができなかったね、そこが心配なんで今回すいません、ちょっと切ってみたいと思います。ね、1個切っときますね。本当はこの工程ないんですけど、ちょっと1個だけこれ取ってね、切ってみますよ。ちょっと怖いんでね、すいません。あ、まあ若干やっぱ火通ってないやっぱ少し、うん、あ、やっぱりねちょっと赤い、うん、これはねしょうがない、しょうがないですね。こっちが解凍されてない肉を使ってますからね。なんですいません、もうちょっと弱火いきます。すいません、もうちょっと弱火で通していっちゃいますね。これは健哲さんが悪いわけない、僕が悪いね。多分ちゃんと解凍されてるんであればおそらくあの分数でいくと思うんですけど、解凍されてない肉を使ってしまったんで多分中冷えてたと思うんですよね。まあここはちょっとね鶏もも肉使う時のあるあるですね。まあしょうがないですね。はい、ということで、はい、あれからもう少しね 2,3 分やりましたんでもう大丈夫かなっていう気がしますので、はい、ここから強火で最後煮詰めていく工程やっていきます。だいぶとろっとした感じにタレがなってきましたね。はい、こんな感じいいかな。はい、とりあえず終わりたいと思います。はい、じゃああとはよそっておきましょう。あ、なかなか少し焦げたな。ん？少し焦げた感じ。取ってるところ実は取れてないんですよね。これはいいかな。はい、はい、よそるところは取れませんでしたけども、はい、完成しました。こちらの高健哲さんレシピです。高健哲さんレシピのしっとりてりてり鶏もも肉のにんにく醤油煮、長いな。高健哲さんレシピのしっとりてりてり鶏もも肉のにんにく醤油煮を作ってみました。それでは食べてみたいと思います。とてもてりがあってね、美味しそうです。それでは食べていきたいと思います。いただきます。実はね、個人的なことなんですけども先日十二指腸潰瘍になりまして、アルコールが今飲めませんのでね、すいません、麦茶でいきます。じゃあ切ってみます。お、柔らかいな。意外に鶏もも肉っていうとね結構皮パリパリっていう料理が多いと思うんですけども、これはどっちかというとしっとり系ですよね。はい、ちゃんと火も入ってます。少しタレにつけて食べてみたいと思います。いただきます。
ながら喋ろう。うん、美味しい。すごい肉が柔らかくて、皮もね、どっちかっていうと柔らかい感じと、パリパリじゃなくて柔らかい感じですね。まあ焼肉とも、あ、焼き鳥ともちょっと違う、焼き鳥のタレともちょっと違う感じですけども、ニンニクがすごい強いってわけじゃなくて、でもとても美味しい味ですね。お酢も多分効いてんのかな、これね。ご飯のおかずにも当然合うでしょうし、お酒のつまみにも当然合うかなっていう料理でした。こちらのチャンネルではこのように料理に関する動画をアップしております。よかったらチャンネル登録並びにコメントなどいただけるととても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。乾杯。